非常に腹が立ちますよね。ただ横浜ってだけでバカにしないでもらえますか。で今もあの登場曲も生き物係で海老名にめっちゃ僕ゆかりあるんで。生き物係3だ。ああ横浜めちゃくちゃ好きでしょ。今も好きですけど。デートスポットっす。みんな一回はお世話になる場所かな。満員で初めて足震えたのはこのハマスタでした。めちゃくちゃいい街です。神奈川にゆかりある方に、はいはい、神奈川あるある、はいはい、横浜あるあるとか、まあはいはい、神奈川あるある系をちょっと聞いてるんですが、はい、そうですね、横浜の人全員をバカにしてるわけじゃなくて、あ、悪く言うわけじゃなくて、うちにいますあの横浜出身のやつはですね、横浜以外はバカにしてくるわけですよ。そういったところがちょっとこう、はい、尺に触るというか。おい、仲間。森さん。森さん。渡辺義明、鈴木さん、こちら。舐めてます。いやだからそのでも田舎もさみたいなこうなんか言ってくれるぞ本当に。ただ横浜ってだけでバカにしないでもらえますか。以上です。はい、藤井選手が横浜市民の方がちょっといじられていじってくるけなしてくるというふうにおっしゃったんですけど、それに関してはいかがですか。海老名なんで正直僕高校の時そこら辺だったんで海老名めっちゃ使ってて、なんかで今も登場曲も生き物係で海老名にめっちゃ僕ゆかりあるんで。生き物係3だ。ああ生き物係3 僕はバカにできない立場ですね。みんな仲良しです、はい、僕最寄り駅が二俣川って言うんですけど、神奈川出身のやつに二俣川って来たら大体通用します。教習所の最終試験が二俣川なんで大体二俣川で、あの教習所ねっていう神奈川あるある。二俣川のいいとこ教えてもらっていいですか。いいとこ自然がいっぱい教習所があるぐらいなんで土地は有り余ってるとてもいいところです。ある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 大好きです。人も好きだし街の人たちも好きだし文句なし。どっか行くと横浜を県やと思ってる人はまだいます。横浜にいますっていう話をしたら神奈川の隣とか言われる。神奈川が横浜ですっていう話を何回かしたことある気がする。でも僕は横浜めちゃくちゃ好きでしょ。今も好きですけど DeNA の選手とかもまだ仲良くしてくれる人たちもいっぱいいるんで、うん、神奈川あるあるみたいなの聞いてるんですけど。神奈川あるある、はい、わかります。みなとみらいを愛している人が多いんじゃないですか。デートスポットっす。はい、吉崎選手に行かれたんですか。大活躍っす。大活躍しました。絶対みんな一回はお世話になる場所かな。落としたい人がいればあの夜景とともに、はい、確実に落ちるかなと思う。ぜひ利用してください。3年間でなんか感じたこととかいいですか、はい、3年間寮に入って野球に没頭しすぎて外の世界を知りません。神奈川あるあるない。ただ1個あるとしたら神奈川県の夏の甲子園のこのハマスタの入り具合はやばいっす。すごいっすよね。それはなんか今までもプロ入ったりとかして満員で試合して緊張したことあるんですけど、慣れてなかったって思うんですけど、満員で初めて足震えたのはこのハマスタでした。高2の準決勝しっかりエラーもしたし牽制アウトもしました。それが僕の神奈川県あるあるです。以上。
神奈川県の高校野球児としては聖地ですもんね、はい、聖地ですね。でもってやっぱなんかワクワクしますもんね、ここ来ると。まあ神宮ももちろん学生の時使って特別ですけど、ここもやっぱ特別ですね、はい、ある意味夢を叶えられなかった場所なんで、はい、この神奈川県、まあ、横浜っていうのはどういう場所ですか、はい、めちゃくちゃいい街です。夜景も綺麗だし、野球関係ないって話なんですけど、なんか浜松さんの帰り道めちゃくちゃ好きです。このね、港の未来の方抜け出て観覧車見て、あー今日もいい一日だったなと思うのが最高の球場です。YouTube YouTube 登録してね、楽しいイーグルスのチャンネルなんだよ。 YouTube YouTube 登録してね。